大阪維新の会に所属する箕面市の上島和彦市長は今月19日、市議会の本会議で大阪・関西万博への子どもの招待事業の中止を求めた議員に対して万博行くなよ、出入り禁止やなどとヤジを飛ばしました。上島市長はその翌日、発言内容については撤回しない意向を示していましたが、21日になって一転、発言を撤回しました。考えの異なる人間を排除すると思われるような発言は、やっぱり首長としてはならない、不適切だと。撤回の理由について上島市長は、大阪維新の会の吉村代表から撤回すべきと助言を受けたためなどとしています。